キバー。行け。ナイスキバー。大丈夫？はい、行きます。5432。だからチームマカチャルで、そしてカパチャルです。皆さん。おはようございます。今日は CG 路の練習に行きます。はい、ということで日曜日の練習です。はい、はい、あれもう手袋してるん？うん、寒いんだもんね。もう11月の中旬で、ちなみに今日の YouTube 撮影は約2週間ちょっとぶりぐらいかな。おー、うん、パパチャルがザスボクサーチャレンジャーズの関東社会人サッカー大会とかさ、まあいろいろと重なって撮影が全然できてなかったんじゃない？うん、うん、なので久しぶりですが、はい、今日の目標は考えてますか？はい、はい、じゃあ今日の目標は、今日の目標はしっかりとパスをつなげることを意識することと、うん、ポジショニングを確認しながら無失点で抑えること。おお、無失点っていうのは最後の練習の試合かな。うん、うん、ゲームするもんね、いつも。うん、まあしない時もあるか。じゃあしっかりと意識してね、頑張っていきましょう。はい、はい、でやっぱりかなり気温もぐっと、もう11月中旬でさ、気温が下がってきてるから、しっかりとウォーミングアップしたりとか、まあいつもやってるけどね、うん、こっからやっぱりちょっと怪我っていうところもちょっと怖くなってくるから、うん、そういうところも気をつけてね。パパチャルもちょっとこの間腰またやっちゃったからね、気をつけてやっていきましょう。はい、はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、それではレッツーゴーリベンジャーズゴー。パノチャル TV チャッチャン。試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。
か何が足りなかったかって言ったら、パスを返した時にエイトが来てるの気づいた。ナイス、素晴らしい。人に出さないで、そこのスペースに出して、グッド、いけ、あ、ナイス、ほら行ったじゃん、ナイス、オッケー、ゴール片付けよう。はい、カジュアル、はい、今日の練習はどうでしたか。今日の練習は無失点で抑えるのはできなかったけど、パススピードとか止めていけるを意識して、つなげることができた。つなげることできた、うん、ああ、そっか。じゃあ意識してできたのか。うん、コバチャルは U12 の方の指導しとったけんさ、うん、うん、ちょっとまだ見れとらんけん、後で動画で見ます。はい、はい、また一緒に映像を見ましょう。はい、はい、で、今日はこの後帰ったらダゾーンで、うん、ザスパ対大分トリニータの試合を見ながらライブ配信だね。はい、今12時半です、うん、あと30分ぐらいライブ配信なんだけど、ちょっと遅れそうだね、うんうん、ちょっと試合遅れそうなんだけど、まあしょうがないね。安全に帰りました。はい、はい、今日の補食は、うん、塩むすびと、うん、ロッケイン。あ、そうか。じゃあしっかり補食取りながら帰りましょう。はい、はい、じゃあまた後でね、バイバーイ。ハノチャル TV ちゃっちゃん。練習から帰ってきました。キックオフ少し過ぎちゃったんで、うん、うん、あれ何食べてるの。グラタン。グラタン、ね、ちょっともう食べかけだからぐちゃぐちゃだからあんまり映せないけどどうグラタン。おいしい。おいしいね。はい、ということで今は何してるん。ダゾーンね。で、ザスパ対大分の試合観戦をしながら YouTube のライブ配信をしてます。見てね、はい、見てねじゃないよ、これだって配信また2週間後とか3週間後とかになるかもしれない。はい、ということでじゃあ今群馬ザスパ 1-0 で負けてますが、応援ねして、なんとか今日は勝ち点3取れるように応援しましょう。はい、はい、さあ来るんじゃない。来た、うん、うわー、うん、惜しい。ハノチャル TV ちゃっちゃん。はい、カンチャル、はい、試合が終わりました。結果どうだった。1-2で負けちゃいました。最終節だったからなんとかね勝って終われたらなってね思ったんだけど、まあでも今シーズン通して選手たちどうだった。うん、頑張ってくれていたし、かっこいいプレーを見せてくれた、うん、そうだね、プレーオフに入れるかもしれないっていうところまで行ったしね、応援している側からするとなんかこう夢を見させてもらったようなね、毎試合毎試合ワクワクしたよね。うん、なので選手の皆さん、スタッフの皆さん、チーム関係者の皆さん、1年間ありがとうございました。1年間お疲れ様でした。ありがとうございました、来シーズンも試合観戦動画どう撮る、うん、じゃあ来シーズンも
やっていくと思いますので、まあちょっと期間が空いてしまいますが、またそちらの方を見ていただきたいと思いますし、ちょっとこうザスパ関係ね、ザスパ草津群馬もザスパ草津チャレンジャーズももうシーズンオフに入るので、一時の間カノチャルのサッカー Vlog がメインとなっていきますので、ぜひそちらの応援の方もよろしくお願いします。はい、はいじゃない、お願いしますでしょ。お願いします。はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもカーチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。カーチャル5万人目指しているので、ぜひチャンネル登録してください。それではバーイ。はーい、バイバイ、バイバーイ。おまけ。未来の主役は地球の子供たち。今日は父親と一緒に夢を追う群馬の少女です。あれ、カノチャル何見てる？うん、これこの前カノチャルがテレビに出た時の DVD 送られてきたから見てるの。キリウシ、小学3年の後藤カノさんはあるスポーツに打ち込んでいる。それはゴールキーパー。カノさんは群馬サッカー界期待の星。でもどうしてキーパーを選んだの？お父さんに憧れて始めました。実はお父さんは元サッカー選手。キーパーで活躍するお父さんを間近で見て育ったため、幼い頃からボールと触れ合い、3歳でサッカーデビュー。今日はと、ここでどうだった？うん、すごかった。テレビ局の方から DVD が送られてきたんだよね。うん、うん、ちょっとさ、サポチャルの皆さんには見てもらうことできないからさ、うん、今回九州地方での放送だったし、うん、だから今回パパチャルのインスタグラムで動画をねちょっと載せたいなと思うので、はい、はい、ぜひ皆さん見てみてください。はーい、じゃあバイバーイ。小麦邪魔してたん？ありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。